はい、じゃあ今回はですね、口座法ですね、肩とか背中あたりを叩いていく方法に関してお話ししたいと思います。さっき前の段階でですね、ストレッチなどをして座ってもらってる格好になってると思います。これでちょっと頭を前に倒していただいて、こんな形でやっていきましょう。髪の毛が後ろに来てたら少し前に倒しておいてもらってください。垂らしておいてもらってください。今日お教えしたい講座法は、3つもしくは4つぐらいですね。1つはこういう肩講座、そして背伝、それから袋伝もしくは眼気打法と思います。あとちょっとおまけで、こんなのも割と簡単でいいと思いますので、この辺の話をしたいと思います。最初のコーダですね、拳で肩から背中の方に置いていきます。肩を伝えていくときは両方、右は右、左は左で打っていきますが、背中の方に降りてきたり、コーダと非常に辛いので、クロスというか、こういう風な形で下に降りていきます。ただこの時にほとんどの人はこうやって叩いてしまいます。別にこれでもいいんですけれども、割とドシドシとなりやすい、手首を使えば、これでもいいと思います。ただより当たりのいい打ち方、これは実は肘ほとんど曲がってないです。これは肘 の運動で曲がってるんですけど、これはここのこういう回転で打っています。なんで、こういうことですね。こうです。手を洗ったけど拭くものがない時にやる動き、この回転、こういう回転だと思っていただいても結構。こういう回転なのを手を曲げたらこうで、手を握るとこうですね。この時に手はある程度軽めに握っちゃってください。これがあんまり開いてると当たりがやっぱり良くないというか、しっかり当たりません。少し握って、で親指は軽めにプランプランになるようにしてください。音を出すことに意味があると僕はほとんど思っておりませんが、それでもなんか心地の良い音がするのはそれはそれでいいかなと。こういうとかするのはやっぱり親指がプランプランになってて、ある程度握っているとき、ここの回転です。やっぱり利き手じゃない方がすごく難しいので、これはいきなりすぐにはできないと思いますので、自分の膝でも何度も練習できますので、こういう動きじゃなくてこういう動きなんだという認識で、これの手を曲げたというふうに思ってください。この手首を回転させる練習ですけど、例えばこう手を開いてこういう、特に左、利き手じゃない方はなかなか難しいです。人差し指、ここから人差し指までは1本、あとを回転させていく。難しかったらここを持ってください。そうするとこういう動きができるようになりますから、これで手を曲げればいいと。これで面白いのは次の切打法です。こんな風にして、これは左やるときは左両方、右やるときは右手で、両方の手で右、こんな風に進めていきます。当たるのはこの辺、中指、薬指、小指の先っちょが当たるような、ここで当ててしまいがちですが、こうやって重くてもうチョップじゃないんだからって話でですね、この辺が当たる。で手を少し開いておくから、パラ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 という音が鳴ります。で実はこれもこういう動きなんですよね。この手の回転の動きを外にして、さっきは内でした、
今度は外にして手を開いて、こうやって持ってきたら、こうですね。これはいつまで分かってくれる人がいるか分かりませんが、芝刈り機の肘曲げていく場ですね。これは首までいっても大丈夫です。当たりが軽いので。さっきと同じ手首の回転なので、内か外かって話です。じゃあ今度は袋だ。袋というだけに、もしくは空気を含むんですね、この中に。で、落としていく。空気が入ってて、それが抜けることでちょっとサスペンションの役目をするような形なんですが、なんで、こう空気を入れたときに、この、どこにも隙間がないように握ってもらえたら一番いいです。そして、軽く叩いていく。もうこれね、やっぱよくやりがちなやっぱ、下手したらこんなんですけど、別にこれ音鳴らすつよりは、やっぱ軽くその全体的に、筋肉を鼓舞するとか、はい、終わりですよっていう意味も込めてなので、やっぱりあんまり強くどしどしいくのは、とても心地が悪い感じる方が多いので、全体的にコード法は軽いやつを目指してください。頭にやっても大丈夫なくらいの圧でいきましょう。手首を柔らかく使って落としていくような感じ。で、ちなみにこれで、僕なんかはいつも整列を終えるんですけれども、一度置きますと、で、トントントン、反対側に一度置きます。トントントンってあげると、とっても終わった感じがします。もう一度説明すると、いつもは最初はこういうリズム感でいってます。トン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 、叩いてトン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 。リズムが変わるんですけれども、強くならないようにしてください。なっちゃいがちなのはトン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 とか、トン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 、トントントン、トントントン、とならずに、同じ強さなんだけれども、リズムが違う、リズムが違うと、こんな風に思ってあげるといいと思います。最後もう一個、使い勝手がいいですけど、合掌ですね。合掌だって手を合わせて、でこういう風に回転させてあげる。でこれも手を少し広げてあげると、まあ音が出ればいいって話じゃ全然ないんですが、まあ、なんかいい音がした方がいいですね。そしてこれは非常に簡単です。まあ、ちなみにこれも手の回転ですね。難しくやったらこれで、というふうにこうやることもできると思います。はい、ちょっと、このコーダ法に関しては少し左手とかの運動が難しいので、しばらく時間がかかると思いますけれども、頑張って練習してみてください。では、コード法の説明は以上になります。